こんにちはポロです今日はですね、失敗しないコンテンツビジネスの始め方というテーマでお話していきます。まあ、コンテンツビジネスね、特にこうネットの世界ではすごく流行ってるんで、まあ、コンテンツビジネスで稼ぎたいという人はまあ本当に多いですよね。まあ、僕のところに来る人も、まあ、基本的にまあ僕はコンテンツ販売が、ねまあ、メインというか、自分の専門分野なので、 まあ僕のところに来る人もコンテンツ販売やりたいという人ばっかりなんですけど、まあ、そういう人たちを見ていてですね、やっぱり9割方の人はうまくいっていないわけですね。で、なんでうまくいかないんだろうっていうところを考えたときにですね、やっぱりすべての人にそもそもね、コンテンツビジネスが合っているわけではないんですね。だからそ、それをまず最初に理解しないといけない。人間それぞれ向き不向きがあるので、自分の向いているもの、向いていないものって当然あるわけですね。 で僕の場合はたまたまこのコンテンツ販売っていうのは自分に合ってた。向いていたから、まあ結果が出たわけであって、すべての人がね、例えば日本人全員がコンテンツビジネスやって成功できるかっていうと、そういうわけではないと思うんですよ。だからまずは自分の適性を見極める。例えば動画編集が流行ってるからといって、全員がね、動画編集で稼げるわけでもないし、コーチコンサルが流行ってる。儲かるからといって、全員がコーチコンサルでね、体制するわけではないですね。 だからそういった意味も含めて、まず自分がこのビジネスに向いているのか、適性があるのかっていうのを見極めないといけないわけですよ。そして考え方ですよね。そのビジネスに対する考え方。コンテンツ販売とかコンテンツビジネスって聞くと、なんかこう、楽して大金が稼げるみたいな、そういうイメージを持っている人が多いんですね。まあ、そういう発信というか、そういうね、検、え、伝、ー、をしている人が多いので。 ね、たった何ヶ月で月収30万とかたった何ヶ月で月収100万みたいなそういうのばっかり見てると楽して簡単に稼げるんだってね勘違いしてしまう人が多いわけですけどまあ実際やってる人はね分かると思うんですけど、まあ、そんな甘くないんですねもちろんそれぐらいうまくいけばバーンとねいくんですけどその状態に至れる人っては本当にごくわずかだし初心者にとっては非常に難しいわけですよ多くの人がぶち当たるのがですねそもそも作れないっていうね そこで止まってしまう人がね、大多数なわけですね。作れない理由は、作り方がわからないっていうのもあれば、メンタルブロックがあるっていうことがあったりとかするわけです。だからノウハウだけ学んでも全然作れないとかね、そもそも行動管理ができないから、サボってばっかりで一個に作ろうとしないとかね。それではやっぱりコンテンツビジネスで、体制することはできないわけですね。で、それを始めたとしてもですね、1個2個は作れたけど、その後続かなくて、 結局稼げないまま途中で諦めてしまうっていう人が非常に多いんですよねで。そういう人たちを見ていて僕が思うのはですね、やっぱりコンテンツ販売を始めるにあたって最低限知っておくべきことっていうことがね、あると思うんですよ。それを知らずにスタートすると、やっぱり道に迷ってしまったりとか、失敗する可能性は高いわけですね。重要なのはやっぱりマインドセット。どういうマインドで、ね、ビジネスをやっていくのかっていうのが、これ基本ですから。さっきみたいにメンタルブロックを感じるっていうのは、 例えば、他者からの批判が怖いとかね、失敗したくないとかね、失敗したくないっていうのは、稼げないっていうことに関して、ね、せっかく例えば何ヶ月もかけて作ったのに、ね、稼げなかったら、時間がもったいないから作りたくない。こういうマインドセットを持っていたら、多分ずっと作らないですよ。だってそれが売れるかどうかってのは出してみないと分かんないわけだから、だから絶対に儲かる100、100%儲かるものを必死に探そうとして、結局何も作ろうとしないから、1円も稼げないみたいな状態になってしまうわけです。 コンテンツっていうのは基本的にね、無料もしくは非常に安い金額で作れるので、とりあえず作って出してみて、テストをするっていうのがね、一番いいんですけど、損したくないっていうね、そういう意識が強い人は、絶対に外したくない、損したくない。時間を無駄にしたくないから、作らない。とにかく絶対100%大当たり、ね、ホームランが打てるようなものを血眼になって探すみたいなことになってしまうわけです。だからやっぱり、マインドセットってすごい大事なんですね。で、そういうマインドセットだけじゃなくて、 そもそも自分のやってることに対してどういう風に感じてるのかっていう、そういうマインドセットもあるわけですよ。コンテンツ販売イコール、ね、不労所得を作るなんか単なる金儲けの手段みたいな、そういうマインドセットを持ってる人は、とにかく自分が楽して大金を稼ぐみたいなね、ことを考えるわけですよ。だから適当に情報を集めてきて、くっつけて売って、もう売った後はお客さんのことなんか知ったこっちゃないみたいな、そういう考え方を持ってしまうわけですね。そうすると、まあ、短期的には稼げても、絶対信用を落とすことになるんで、長期的に 生き残っていくくのが難しくなるわけです。かたやコンテンツ販売っていうのは、ね、自分のスキル知識経験を生かしてそれを必要としている人に届けてその人たちの問題解決にね貢献するそういうビジネスだっていうふうに考える人はねどうやったら価値を提供できるんだろうとかどうやったら相手に、ね、喜んでもらえるんだろうとかどうやったら相手の問題を解決できるんだろうかみたいなそういう発想になると思うんですね騙して売ってやろうみたいなそういう考え方にはならないと思います。 これも結局マインドセットなわけですよ。だからやっぱこのマインドセットを正しく持っていないとうまくいかない。もしくは短期的に稼げてもその後続かないっていうふうになっちゃうわけですね。そしてもう一個考えないといけないのが戦略なんですよ。この戦略を意識してる人ってまあコンテンツ販売だけに限らず戦略全然考えてない人って多いと思うんですよ。なんかとにかく目先のことばっかずっとやってるみたいな人っていうのは こうなかなかビジネスは拡大していかないとかね、ずっと同じことを繰り返してるみたいな。例えば自分が Kindle 出版を始めて、出せるようになったら、ひたすら Kindle 本をね、出し続けるみたいな。これは戦略が結露してるわけですね。このままこのペースで続けていったら、例えば1年後はどれぐらいの収入になってるんだろうとか、ある程度計算ができると思うんですよ。で、あこのスタンスでやってたら、もうこれ以上収入があんまり伸びないなと思ったら、違うことをやるとかね、もうちょっと高いものを売るとか、ね、もっと別の形の商品を作るとか。 っていう風にキャッシュポイントを増やすとかね、やっていかないと、同じことをひたすら繰り返していてもね、うまくいかないわけですし、コーチングとかコンサルティングをね、売るにしても、目先のお金ばっかり追いかけて、無理やりね、商品売りつけてみたいな、で、明らかにね、金額に見合わないような、まあ内容の薄いね、自分の商品バックエンド売ってしまったら信用を落としてしまうとかね、だったらあえて売ろうう高いのを売ろうとするんじゃなくて、まずはお試し価格でね、安い金額で提供するとか、これもまあ戦略なわけですよ。 あえてその収益を急がないとかってね、まあ、うまくいく人というか、大きく稼ぐ人、長期的に成功する人っていうのは、まあ、その自分が収入を得るのを後回しにできる人だっていうふうに言われてるんですね。とにかく目先で稼ぎたい、稼ぎたいではなくて、先にお金ではなくて、先に信頼みたいな、とにかく先に信頼を作って、お金は後からみたいな、そういう考え方をするのがやっぱりうまくいくんですけど、それも戦略なわけですよ。先先ににお金を取るのか先に信頼を取取るるののかか信頼っていう だから僕はやっぱり見ていて思うのはこのマインドセットが全然できてない人が多いっていうのとそもそも戦略を持ってないっていう人が多いだからそれをしっかりと理解した上でコンテンツ販売っていうものを取り組まないと何も知らない状態でねいきなり入っていってもまあほぼほぼ結果は出ないまあそういうようにね感じてるんですねなので最近またね新しい無料コンテンツを作ったんですけどコンテンツビジネススターターキットってね初心者向けのやつ その中ではもちろんそのコンテンツ販売の実際のね、どういうふうに作るみたいな話もしてるんですけど、どちらかというとね、そのさっき言ったような話、そもそもコンテンツビジネスをあなたがやるべきなのかとか、そういう話をしていたりとか、あるいはマインドセットですね。マインドセットに関しては、ちょっとかいつまんで必要なものだけをピックアップして出してるんですけど、まあ、しっかりとね、コンテンツビジネスマインドセットを学びたい人は、僕のオーディオブックがあるんで、オーディオブックのコンテンツビジネスの 1> 第1課ですね、ボリューム1でマインドセットの話をしてるんで、まあ、そこで詳しくは話してるんですけど、中でも特に重要なものをね、そのスターターキットの中に入れてます。あとは戦略ですよね。この戦略がやっぱりね、重要なんですね。全然こう、やっぱり長期目線で見てないと、先のお金ばっかり追いかけてね、信頼がどんどんなくなって、稼げなくなっていくとか。例えば今僕がこうビジネスを続けることができているのもですね、やっぱり初期の頃から情報発信を継続してやってきたからってあると思うんですよ。 ブログ、YouTube、ポッドキャストとかね、そういうストック型の媒体、すぐに成果にはつながらないけど、長期的にはね、なんかこう自動集客とか、そういったことができるような、ストック型の媒体を中心にやってきたっていうのが大きいんですよ。そのおかげで今何もしなくても勝手にね、集客ができるみたいな仕組みができたんで、だそういうような、それも一つ戦略なんですよ。目先のお金を追うんだったら、そんな情報発信なんかね、時間の無駄だからさっさと、ね、セールスしてみたいなこともできたわけですけど、結果として僕が今、 なんとか生き残れてるのは、そういったことが関係してると思うんですね。だから、この戦略のパートだったりとか、考え方ですよね。コンテンツ販売やってる人の多くは、例えば、Kindle にコンテンツ出して、ポンって置いといて終わりとかね、ユーデミに出して、公開して、ほったらかしとか、そういうことをしてるわけですけど、それだけでは稼げない。どういうふうにして売っていけばいいのかみたいなね、そういう戦略面の話だったりとか、まあ、本当に初心者向けですね。初心者が最低限知っておくべきことみたいなものをまとめたのが、コンテンツビジネススターターキットです。 まあできる限りたくさんの人にね、このコンテンツビジネスっていうもので、成果を出してほしいと思ってますし、そういうまあ間違った使い方ですね、人を騙すとか、そういう使い方をしてほしくないので、これを聞いてる人はおそらくそういう人はいないと思うんですけど、できる限りね、いい形というか、世の中に役に立つような形でコンテンツを提供していくって人が増えるわと、そういう思いを持って、この無料コンテンツを作りました。興味ある人は概要欄にねリンクを貼っておくので、無料でゲットできますからね。 そこから受け取ってください。